私の強みはマネジメント力だと思っています。私の強みはやりきる力かなというふうに考えております。せーの、おお。簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、武蔵野大学3年、二音卒、市川明津です。よろしくお願いします。お願いします。市川さんは、はい、ほぼ就活まだしたことないんですよね。はい、もう面接経験もゼロで、はい、何もしてない状態です。今、大学3年生で、就活生ではあるってことですね。そうなんです。もう絶賛就活生なのに、何もしてないので。意気込み的なものをいただいてもいいですか。はい、いや、面接経験ゼロなんで、ちょっとここから第一歩としていい一歩を踏み出せるように頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。私は、あ、すいません、ちょっと一回、はい、緊張しちゃってやばいです。私の強みは課題解決力だと考えております。これが最も活かされたのはアルバイトの時です。私は現在1000人以上の方が在籍する会員制スポーツジムのフロントスタッフとして約1年ほどですね、働いております。で、その中でやはり入社当初は会員さんの顔や名前が全然覚えられなくて、結構コミュニケーションを取るのに苦戦しました。で、そこでスポーツジムでは決まった時間や曜日にご来館される方が多いということを知って、それを利用して名前だけじゃなくて、ご来館されるタイミングだったりとか、あとは会話内容などを細かくメモをしました。で、それに、すいません、全然大丈夫です。メモしました。で、会員さんに話しかけるときに、すみませんじゃなくて何々さんというように名前で呼びかけたりとか、あとは前回の会話内容から、今日はどこのトレーニングするんですかだったり、この間腰痛めてたみたいですけど大丈夫ですかだったりとか、そういうことを一言付け加えることで積極的にコミュニケーションを取るようにしました。で、その結果、今では会員さんの顔や名前はほとんどの方の顔や名前を覚えております。で、それだけじゃなくて会員さんの方も私のことを認識して話しかけてくれるようになりました。最近では話しかけてくれる中で自然と会話が弾んで、市川さんと話してると楽しいって言ってもらえることが増えて、とても自信につながっています。で、このように私はできないことをそのままにするのじゃなくて、どうしたらできるようになるのかを考えて、それを実行し確実に乗り越えてきました。これで自己 PR 終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ皆さんから質疑応答という形でご質問いただけたらなと思ってます。課題解決に向けて試行錯誤して確実にそれを乗り越えていく、そういう力がありますとおっしゃってくださいましたけど、他にはどのような例がありますか。例えば今回のこの撮影もそうなんですけど、いただいたチャンスを無駄にせずに、自分がちょっと無理かなって思うこともすごくあるんですけど、それも無理って思わず、自分なりにこうやったらできるんじゃないかなっていうのを考えてここまで来ました。今に至っています。あ、じゃあ僕からさせてください。はい、緊張してますか？めっちゃ緊張してます。ですよね。恥ずかしいほど緊張してます。あ、よかったです。逆になんか話しやすいなと思うので。なんかちょっと嫌な質問なんですけど、はい、まあ最初の頃はなかなか名前とか顔を覚えられなくて、まあいわゆる苦労したっていう話があったと思うんですけど、ぶっちゃけ僕アルバイトした時って別にそれどうでもよくねっていう感じで、なんかその何してもしてなくても一応時給出るしみたいな感じだったんですよ、当時の僕って嫌な学生だったんで、はい、なんだけどでも変えようって思ったわけじゃないですか、はい、それって絶対何
なんか理由があると思うんですよね。だからなんかそこがどういう理由だったのかとか、それこそなんかきっかけがあったのかとか、なんかそういうことを聞きたいなっていう感じです。入社当初になるんですけど、やっぱ先輩とかはもう結構何人かの会員さんの名前だったり顔だったりを覚えていて、私たちのフロントスタッフとの業務としてプロテインの提供だったりっていうのがあるんですけれども、その時に私が対応をしに行ったのに、会員さんは先輩の方を名指ししてあなたに作ってほしいみたいなことがあったので、ちょっと悔しいっていうのもありましたし、私も逆にそう求められる人になりたいって思って、どうやってそうなろうかなって考えた時に、会員さんと仲良くなるっていう方法を思いつきました。うん、じゃあ僕からちょっと意地悪な質問をいいことさせていただければと思うんですけど、はい、まあ、課題解決に向けて試行錯誤をして乗り越えるっていうのが強みだとした時に、じゃあその強みをなんかこう3つポイントがあって、まあ、分解するとしたら何になります？例えば A の力、B の力、C の力があると課題解決するために試行錯誤して乗り越えられるよっていうのを誰かに教えるとしたら何になります？まずはやっぱ自分がそうなりたいっていう目標が明確であること、うん、それに向けて自分がすぐに動ける実行力、行動力で、それをアウトプットできる力、この3つだと思います。ありがとうございます。さらにここから1個追加なんですけど、はい、アウトプットできる力を身につけるために、自分だったらこのパターンでよくインプットしてたとかっていうのってあったりします？インプットの面で言うと、はい、先輩のやり方だったりとかを真似してみたり、うん、その中で自分はこっちの方がやりやすいなっていうことがあったら、先輩のやり方とは違くても自分信じてやってみたりだとか、うん、っていうのはいろんなところから力を借りてっていう感じでやっています。まあ、ちょっと関連するかどうかは別なんですけれども、周りの人からどんな人って言われますか？こうやって言ったらちょっと聞こえが悪いかもなんですけど、結構人たらしって言われます。結構どこにいても同じような性格をしてるって言われることが多いので、周りからも親からも同じように人たらしっていうふうに、そういうふうに言われてご自分でもいかがですか？いい方に受け取ると人に好かれる力はあるのかなって思います。ちょっと自己 PR からずれちゃうかもしれないんですけど、はい、小学校でも中学校でも全然構わないんですけど、でなんか一番熱中したことって何かありますか？今のアルバイトが一番熱中してるって自分の中で感じております。成果が目に見えるというか、対面での人とのコミュニケーションが力がついたというか、それが自分で感じ取れる経験になったので、うん、今のこのスポーツジムでのアルバイトが一番人生の中で一番かなって思っております。うん、市川さんの中で その成果っていうのは、はい、なんか具体的には何を指してますか？やっぱそれこそ負けず嫌いっていうのが根底にあると思うので、うん、それを踏まえて言うと言い方悪くなるかもなんですけど、同じ一緒に働いてるスタッフよりも私の方が、例えば会員さんから市川さんにプロテイン作ってほしいだとか、電話対応でも市川さんに代わってだったりとかっていう風に言っていただけることが増えてきたので、そういうところですかね。まあ、いわゆるお客様からの声みたいなのが、はい、受付対応するにあたっては成果と言えるんじゃないかみたいな、はい、そういうことですよね。そうです。では結果発表の方に移らせていただけたらなと思ってます。ということで、じゃあ皆さん結果の方をお願いします。せーの、おー、即内定面談からごめんなさいっていうことで、エルトさんからお聞きしてもよろしいですか？悪いところから一般ターンですね。ですよ。なんかその人たらしっていうお話あった通りで、人としてめちゃめちゃ好きだったんですよ。ただその一緒に働くって観点で考えた時に、
最初から最後までちょっとふわっとしてる感がちょっとあまりに拭えなかったっていう、まあ、いろんな要素があると思うんですよ。でも課題解決が得意ですっていうお話だったんですけど、実際課題解決してたってよりは人と話してたらなんかこうした方がいいんちゃってなって結果的にうまくいったよねみたいな話、いろんな事象でも本当にうまくいくんかなみたいな、実績数字の部分があんまり見えなかったりとかして、一緒に働くと不幸になる可能性をはらんでるなというふうに思ったんで、ちょっとごめんなさいさせてもらいました。めっちゃ申し訳ないです僕はもう明確な強み多分持たれてるだろうなっていうのはもう感じたんですよ。なんですけど、訴求してる文言と明確な強み、僕が感じた強みっていうのが若干齟齬があったので、まあ、そこのすり合わせがしたいなっていう観点で面談からっていうのを挙げてます、うん、ちなみにその齟齬っていうのはどういったところに、先ほどエルトさんのお話あったところかなっていうふうに思うんですけど、はい、おそらく課題解決能力じゃないと思うんですね、うん、コミュニケーション能力なのかもしれないし、そのコミュニケーション能力はもしかしたら年上の方なのかもしれないし、まあ、年下の方なのかもしれないし、シーンとか状況をまたもっともっと特定していったら強みになっていく、強みとして特定されていくかなと思うんですけど、多分まだそこの深掘りであったりとか整理ができてない状態なのかと思うので、うん、まあ、ご自身が強みが認識できるような面談っていうのを1個挟んだ上で、うん、で、まあ、自社に合うのか合わないかっていうところの土台に乗るのかなと思うので、うん、僕はそのポテンシャルを感じたので、まあ、一緒にフォローしたいなと思ったので面談からで挙げております。ありがとうございます。じゃあ即内定を挙げた僕、小賀さん絶対ごめんなさいだと思ってました。そうですね、私は迷ったんです、はい、本当は迷ったんですけど、はい、なんでこうしたかというと、はい、伸びしろを感じたんです。伸びしろ感を感じました。あのね、すごく素直、うん、素直で負けず嫌いで、小さい頃どんな子でしたって聞きましたけど、周りからも人たらしっていう言葉でしたけれど、やはりこう周りからと自分の認識とが結果として出てるなっていうのと、どういう仕事に就きたいっていう思いが今のこう伸びしろも考えた上で育っていくんじゃないかな、うん、というような期待感を、感じたということがあります。人材としてはとても私は評価したいなって感じました、うん、確かに後から身につけれるものじゃないですか、ね、そうです、そういうね、後からのものがいっぱいあったんです。この段階で手放しちゃうんです。これはもったいないなって感じたので、うん、ちなみにここ直した方がいいなとか改善点とか教えていただいたんですか。他の事例ありませんかって何回も聞いてますよね、うん、でこれはですね、一つの事例だけに固執していってると、もっともっと他のね、いろんな問題がこれから出てくるわけで、その中でもっとこう違う角度からの人となりを見たかったなっていうところの質問でもありました、うん、ありがとうございます。ちなみになんか若干話長いなと思ってそんな感じなかったですか。長いなと感じました。僕は感じたんですけど、うんうん、聞きたくなっちゃうなっていうのはありましたね。最後の聞いてあげたくなるのはキャラクターの、うん、確かに言い聞きとかめっちゃすごいですよね。なんか、うん、どうでしたか。え、もうめっちゃ緊張して何喋ってるか分かんなかったです。でもなんか後半にかけてちょっとだけ慣れてきた感は。でもやっぱり悔しいですね。どこら辺が悔しかったですか。質問に対してうまく答えれないけど答えなきゃいけない、でもどうしようみたいな葛藤があったりとか、うんうん、全てもう全部が悔しいです。ワンちゃん泣きそうでした。あ、もう逃げようかなと思いました。よかった、逃げなくて。特にこの人のこの言葉が印象に残ってるとか、よかったなとかってありますか。エルトさんの反応が現実なんだなってすごい思いました。もうあれがリアルなんだなって思ったので、言葉だったりとか態度とかを目に焼き付けて忘れずに、でもそれをどうにか攻略していけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。